この度はこのような形で皆様にご報告させていただくことになり、大変申し訳ございません。今回このようなことになってしまった経緯を詳しくお話しさせていただきたいと思います。ということで詳しく話させていただくんですけど、昔から僕は、ハーフということもあって、いじめられたりからかわれたりする時期もありました。苦しい時期もあって、それを友達とかが跳ね返してくれたりもしてたんですけど、それと同時に僕は覆せたのはサッカーで覆せたと思ってます。そして高校時代サッカーで大阪桐蔭行くことができて、あだ名がパウロというあだ名をつけてもらったりもしました。それによっていろんな人に覚えてもらったり、その P というパウロの P というのが自分の中ですごいでかくなっていきました。で、昔からそういじめられた経験とかもあったので、そういうとこから P という頭文字 P というのがすごい僕にとって大きなものだったなという感じることが多くなり、P という頭文字のものに勇気づけられたことも、たくさんありました。プレッシャーに勝つこの P、 ポテンシャル、自分のポテンシャルを信じて P、 平和の P、 ピースの平和もありますね。で、松本山雅の、モチーフになっているこの雷鳥も英語でターミガン、これ P から始まるターミガン、これも P なんですよ。あとはパワーとかね、パワーとか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 パワーパワーとかパワーとかパワーすみません、取り乱しました、すみません。ということで、幼少期の記憶とかもね、思い出して取り乱してしまったんですけど、たらたら喋ってしまって申し訳ないです。担当職に言いますと、この何て言うのかな、声小さかったですね。大きい声で言います。大きい声で言ったよ。大きい声出したい。大きい声出したい。大きい声出したいよ。アブレルさん、なんか声小さいかもしれないんで、ちゃんと言います。大きい声出したい。サンタサンタ立ち上がりよ、はい、ということで取り乱しました、すいません。ということで、田中パウロ純一 しっかり報告させていただきます。イサーダラワタクロアンタータイモーカルモーナホールサーバーニオダボートナウロあっちペコ出ちゃった。報告させていただきます。私田中パウロ純一アパレルブランドを立ち上げました。いや聞こえる。はい、 J リーグ界のプリンス、 J リーグ界のプリンス待ってました。いや待ってましたね、待ってました。いやナイスです。あ、すごいです、パウロ様、ありがとうございます。いや、分かる。お前何やん、サッカーやってないんちゃう、お前何やってんねん、お前 YouTube とか TikTok ばっかやってんちゃう。え、何言ってんの、何も聞こえない。サンタサンタ立ち上がりよ。いや、サッカーも頑張ってるからね。サッカーも頑張ってるから、練習一回も休んでないから、現実戻さんといて、芝居太郎か、これバズるかな思って坊主してバズらへんねん、芝居太郎か、ほんま。ということで、すいません、どうですかこれ。皆さん、アパレルブランドを立ち上げました。はい、で、立ち上げて皆さん、謝らなくちゃいけないというのは一つこれなんです。僕ね、こんなね、かっこいい服着させてもらってんのに、なんで坊主した、坊主した瞬間急にただのやからになってしまいました。あんなにかっこいい髪型にもしてもらって、
かっこいい服めっちゃ似合ってたのに、いろんな写真が載ってると思います。ポポポポポンってここにポポポポポン載ってるでしょ。はい、こんな感じでかっこよくしてもらったのに、はい、今見てください、ただのやから、怖い、ただの怖い人になってしまいました。ということで、はい、かっこいいでしょ。はい、田中ポール11アパレルブランドを立ち上げました。はい、この P って入ってるじゃないですか。僕はこの P っていうのにすごい助けられたっていう気持ちがあるので、それをね皆さんに、分かっていただきたいなと思って、この P を胸に入れて、この P を胸にこれから頑張っていかなくちゃいけないっていう、まあいろいろ、まあ P に助けられたっていうのはいろいろあるんですよ。パラドックスっていう逆説、まあこっからという逆にみたいな、うん、まあその P はありますね。パラドックス、逆にみたいな、うん、まああんまり試合で出れてない、逆にみたいなね、逆にこっからみたいな、うん、とかもあります、とかもあります。プロティア、なんていうの、自由自在というか、変形自在に、サンタサンタ立ち上がりよ、変幻やと思います。幻しか変幻、プロディジーね、プロディジー、まあ、天才とか奇才とかね、まあ、僕みたいなことですね。でもね、みんな一人一人個性があって、一人一人天才というか奇才というかちょっと変わってるというか、まあ僕もそうなんですけど、変わりすぎてるんかもしれないけど、サンタサンタ立ち上がりよ、その変わってるのがちょっとすごいよみたいな、それをちょっと、ね、この P で胸に表してます。胸に、でそしてこのパワーね、何事にもパワーが大事ということで、この P、 パワーということで、僕この P をオールプラスという名前で立ち上げました。名前はここにオールプラスと書いた方が良かったかもしれませんが、まあ最初は分かりやすく、そして皆さんにも来てもらいやすいように P をここにワンポイント P を入れて、そして僕がよく使ってるあのサングラス、ちっちゃいサングラスをつけた顔ですね、これをちょっと歌舞伎チックにというか、まあ歌舞伎と言いながら、この鼻がでかいところも僕にそっくりですわ、やかましょ、似すぎやろ、寄せに行きすぎやろ、怒るよ。まあ僕が作ってもらったんですけどね、こだわって作ってもらったんですけど、まあいろいろ他にも P はあるんですけど、まあ僕はそういういろんな P があったことによって鍛えられたりしたなと思ったんで、この P をここに入れた、そしてこの名前がオールプラスという、すべての P に僕は救われてきたし、それをすべてのことをプラスに考えて、今起きてきたことをすべてプラスに考えてということで、オールプラスという名前にしました。どうでしょうか皆さん、名前いいですか。で別に僕がこれをねずっとね何回もパーカーとかいろいろ出すわけではないです。限定で販売することになりました。だから皆さん早い者勝ちですね。もうなくなったら終わりだと思ってください。なんかいっぱい売り上げてなんかしたろうとかそういうわけではないんです。ファッション僕載せてるじゃないですか、インスタとかも載せてて、まあいろいろこだわってはいるんですよ僕。だから着やすいようにチャッチー生地にはしてません。皆さんご了承くださいと、そこであのちゃんと生地こだわらせてもらいました。皆さん着やすいように、まあ大人子供、まあ犬猫オラウータン誰でも着れるようにしました。サンタサンタ立ち上がりよ、それがね、はい、今日から販売スタートしてます。だから皆さんこのね概要欄、下の概要欄に、URL、 ショップの URL を貼ってるんで、チェックしていただきたいのと、ということでここからね、まあ僕のこれからのことであったり、今の自分の気持ちとか、あとは今これからどうしたいかっていうのを全てこの P でまとめてやっていきたいなと思うんですけど、自分のこだわりをこれからアイテム化して、出していきたいなと思ってるんですけど、その予定はこれからありません。このパーカーと、長袖 T シャツを着ましたけど、それしか販売しないんで、これからもうこうしていきたいなとかはあるけど、まずはこれを皆さんがどう感じるかは皆さん次第だと思うんですけど、ここから自分のこのパワーに変えて、頑張っていきたいと思うんで、それを皆さんにもちょっと分けようと思って、はい、そういう感じです。ただちょっとね、防塵する時期間違えた、うん、完全にこれ発売してから防塵した方がやっぱかっこよさ目立つやんか。そうやね、俺ちょっとこれでちょっと防やからやん完全に。
はい、まあこれ YouTube ね今出しましたけど、これでまあ僕もこのパワーアップしてね、パワーアップパワーアップしてパワーアップして、これからもどんどんそのこの販売して、もう販売して、まあ、いただくお金は全てその競技力アップとか、まあ、他には僕は地元でイベントとかいろいろサッカーのイベントとかも開きたいと思ってるんで、まあ、そういう自分のためだけじゃなくて、これからいろんなところで、そのイベント力アップとかいろんなことをアップするために、いろんなことのレベルをアップさせるために使っていきたいと思うんで、皆さんこれからちょっとチェックしてほしいなと思います。買ってほしいなと思います。まあ絶対に似合うと思うんで、僕のこのね、俺のこの坊主でこんだけ似合ってんねんから、誰でも似合うと思うんですよ、ほんま。はい、なんで皆さんぜひ、買ってみてください。僕はこれね、これ XL、 これ XL だと思うんですけど、 XL 着てます。はい、可愛いっしょこれ。はい。